になるにつれて黒ずんでゴワゴワした自分の肘を見てショックを受けた経験はありませんか？肘が黒ずみやすい原因は摩擦や刺激、圧力が挙げられます。肘をつく機会が多い方は特に注意しましょう。肘が硬い床に強く押されることで肌自身が守りに入って角質が分厚くなり、古い角質が蓄積されて黒っぽい色素沈着へとつながってしまうそうです。頑固な肘の黒ずみにならないためにも、日常生活で肘をついたり頬杖をつくことはなるべく控えるようにしてください。長年蓄積された肘の黒ずみは一度に取ろうとするのではなく、毎日根気強くコツコツとケアしていくことがポイントです。肘のケアに効果的なタイミングはお風呂に浸かって肘が柔らかくなった時です。ゴワゴワした皮膚を柔らかくしてから、手のひらに適量のスクラブを取り、優しくくるくる円を描くようにマッサージしていきます。それ以外は念入りな保湿ケアを行ってください。美しい肘を手に入れて、いろいろな夏のファッションを楽しみましょう。